台湾はチェコ共和国との連携強化を推進しています。台湾の経済視察団が首都プラハを訪問し、双方の経済関係を強化することで合意しました。中国共産党はこの動きに警告を発しています。台湾の国家発展委員会は先月25日、プラハで開催された投資論壇開幕式及び産業分野での協力覚書署名式で、 台湾とチェコ共和国は経済関係を強化していくと表明しました。台湾はチェコ共和国にマスクと医療物資を寄贈し、チェコはワクチンを寄贈してくれました。我々は蔡英文総統が述べた全の循環の始まりを起こしました。我々はこの循環を経済分野にまで拡大するために、ここに来ました。今日メイキン主任委員の今回の山積は、 中東欧地域歴法の一環として行われました。教師率いる経済視察団は、チェコへの訪問のほかスロバキア、リトアニアを訪問しました。教師の演説は、チェコ内外からの支持を集めました。チェコのミロシュ・ビストルジル上院議長は、台湾との協力は自国の利益になると述べています。 我々は台湾との協力関係を発展させることは何も違反しておらず私たちの主権と独立を確認していると確信しています。私たちの義務は独立性を維持し民主主義を支援する方法で行動することです。ビストルジル議長は民主主義の台湾への強い支持を表明しています。昨年には台湾の立法院で演説を行い、北京語で私は台湾人ですと述べました。 これはアメリカのジョン・ F ・ケネディ元大統領が西ベルリンで行った有名な対共産主義演説になぞらえたものでありケネディ元大統領はベルリン市民との連帯の意味を込めドイツ語で「私はベルリン市民です」と述べました「ベルリン市民 台湾の呉少将外交部長も27日からチェコを訪問しています。中共外交部はこの動きに対して警告を発しています。欧文賓報道官は定例記者会見で、中国は自国の領土を守るために必要な措置を取ると表明しました。中国共産党は民主主義を重んじる台湾を自国の領土と主張していますが、 台湾が中共政権によって支配された歴史はなく、中共は台湾の政府関係者による他国への訪問に対して激しい反発を繰り返しています。NTD ジャパンがお伝えしました。